こんにちは、庶民ハミタチューバーの桜リウムです。突然ですが皆さん、ふるさと納税はされてますか？ふるさと納税毎年してるよ、今年も美味しいお肉頼む予定だよっていう方もいらっしゃったら、ふるさと納税ってよく聞くけどなんかよくわからないからしてないんだよねっていう方もいらっしゃると思います。で、ふるさと納税ってお得お得って言うけどなんかいまいちわかんないなっていう方も本当に多いと思うんですよね。で、私も最初ふるさと納税ってなんだろうって思っててあんまり乗り気じゃなかったんですけども、まあいろいろ調べてみたら、あ、お得な制度だなと思ってふるさと納税活用するようになりました。で、動画見ていただいている方はふるさと納税これお金のチャンネルだっけって思った方いらっしゃると思うんですけれども、大丈夫です。このチャンネルはメダカ飼育のチャンネルです。じゃあなんで今回ふるさと納税のことを言ってるかというと、ふるさと納税でメダカが買えちゃうんですよ。これすごくないですか？僕も最初ふるさと納税いろいろ調べてる中で、まあお肉とか、あとはマグロの切り落としとか、まあせっかくだからちょっと豪華なもの食べるように注文しようかなと思ってたんですけれども、うわ、メダカ売ってるっていうのを見つけて、あ、これは、節税とこの、趣味、メダカを飼育するっていう趣味を始めるのにものすごくちょうどいいんじゃないかなって思いました。なので今回はサラリーマン必見のメダカ飼育を始めるふるさと納税についてご紹介していきたいと思います。で、実際にはまだこのふるさと納税購入してないんですけれども、サクラリウムが気になるふるさと納税7選についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルはメダカ飼育を始めたい方、すでにメダカ飼育を始められている方、そしてメダカの繁殖を目指されている方に誰よりも分かりやすく役立つ情報を発信していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。まあ、今回はメダカ飼育の方法とかいう動画ではないんですけれども、メダカ飼育これからしてみたいけれどもなかなか手が出せなかったっていう方、このふるさと納税をきっかけにメダカ飼育始めてみてはいかがでしょうか。それではまず今回の動画について。今回の動画は1. ふるさと納税とは 2. ふるさと納税のやり方 3. 気になるふるさと納税7選についてご紹介していきたいと思います。それでは早速 1. ふるさと納税とはについてご紹介していきましょう。で、これお金のチャンネルじゃないんで、このふるさと納税とかについては本当に簡単にご紹介しますので、気軽に聞いていただければ大丈夫です。まずふるさと納税とは、まあ、結論で言うと節税ができる機会なんですよ。サラリーマンの方ってなかなか節税できる機会って少ないんですよね。まあ、配偶者控除とか、まあ、イデコ兄さんの節税みたいなところはあると思うんですけれども、その少ない機会の中で結構役に立つ制度になっています。で、ふるさと納税を活用しなければ普通に市町村に税金を納めるだけなんですけれども、ふるさと納税を活用すると返礼品がもらえるんですよね。これはふるさとチョイスのホームページにあったふるさと納税を説明した図なんですけれども、例えば5万円分のふるさと納税をした場合、4万8000円分の税金の控除、還付を受けられます。なので実質は2000円分取られてるっていうイメージですね。で、さらにその納税した分の 30% 以内の返礼品がもらえるんですよ。なので5万円であれば1万5000円以内のものを返礼品としてもらえます。なのでただ単に市町村に税金を納めるだけではなくて、こういう返礼品ももらえますので、すごくお得な制度になっています。だからこそ今まで始めたいけれどもなかなか始められなかったメダカ飼育に手を出す絶好の機会なんですよ。ぜひともこのふるさと納税を使ってメダカ飼育始めてみてほしいと思っています。ただ注意点がありまして、ふるさと納税は控除金額の上限が決まってるんですよ。それは家族構成とか扶養の状況とか、あとは年収によって変わってくるんですけれども、ふるさとチョイスのホームページとかでシミュレーションを行うことができます。で、例えば夫婦で子供がいて年収500万円の方の場合、上限金額は4万円になります。で、これは簡単シミュレーションなので、詳しいシミュレーションについてはもっと金額を入力する必要があるんですけれども、だいたい4万円ぐらいって思っていただければ大丈夫だと思います。で、これ4万円の方が例えば10万円のふるさと納税をすると、超えてしまっている6万円分はただの寄付になります。なのでこれ慈善活動になって節税ではなくてもただのいい人になりますので、そこお金をしっかりしたい人は必ずこのシミュレーションを行って自分がいくらまでの上限金額かなっていうのを調べてから買うようにしましょう。次に2番目のふるさと納税のやり方について。
で、ふるさと納税のやり方はいろいろあります。例えば CM でやっているふるさとチョイスとかふるなびとかいろいろあると思うんですけれども、私の場合は楽天市場で購入しています。楽天市場でふるさと納税できるんですよ。で、むちゃくちゃ便利で、これは私いつも楽天市場で買ってますね。で、普通にお買い物するのと一緒です。物を選んで、カゴに入れるとか、そのまま購入するっていう形で購入していただければ、それでふるさと納税が買えます。で、その後に返礼品が届いて、で、紙が届くんですよ。ふるさと納税で納税ありがとうございましたみたいな紙が届くんですけれども、その紙に必要事項を書いて返信する。もしくは今はアプリとかでできますので、アプリで、ワンストップ特例っていうんですけれども、ちょっとこのあたりは詳しくは説明しないんですけれども、ワンストップ特例などを行うことによって、その税金の控除の申請っていうのが完了します。なので、返礼品が届いた、わーいって喜んでるだけじゃ、控除の申請は完了してなくて、ただの寄付になってしまいますので、絶対にこの申請は忘れないようにしましょう。で、確か、1月1日から12月31日までに、ふるさと納税した分を、翌年の1月10日ぐらいですかね、それまでに申請をするっていう形になるんですよ。で、この動画、今アップしてるのが1月なんですけれども、あー、まだ1年間あるし、1年ちょっといろいろ考えて、お肉にするかお魚にするか、それともティッシュにするか、やっぱりメダカとか1年考えて、11月ぐらいに決めたらいいかなって思ってる方いっぱいいると思うんですけども、忘れます。こういうのはですね、早めにやっておきましょう。もう1月なので、今年のスタートダッシュを切るためにも、ふるさと納税はもう1月2月にやっておくことをお勧めします。で、私も結局昨年は12月に駆け込み需要でふるさと納税やったんですけれども、いろいろとバタバタしますよね。返礼品届いて嬉しいなっていうのはあるんですけれども、先ほどお伝えした通り、申請もしないといけないので、やっぱり年末バタバタしている中で、時間のないタイムリミットで申請するのもちょっと、気持ちが焦りますので、できるだけ余裕を持ってふるさと納税することをお勧めします。はい、ちょっとふるさと納税自体の説明が長くなって申し訳なかったんですけれども、ここからはサクラリウムが気になるメダカ飼育に関するふるさと納税7選についてご紹介していきたいと思います。で、今日紹介するふるさと納税は、先ほどお伝えした楽天市場で購入可能です。で、全ての URL のリンクを概要欄に貼っておきますので、気になるふるさと納税がありましたら概要欄から確認いただけたら嬉しいです。それでは早速第7位からいきましょう。第7位はこちら、静岡県牧之原市、みゆきメダカフルボディ10匹で、購入金額は1万円になります。で、1万円ということは8000円分が、控除されて、3000円以内の返礼品が返ってくるっていう形になりますね。で、やっぱりメダカを最初に始めるには、このみゆきメダカって本当にちょうどいいというか、むちゃくちゃ綺麗なんですよね。結構ペットショップとかホームセンターで売られているスタンダードなメダカの、改良メダカの種類なんですけれども、やっぱ最初に始めるにはこのみゆきメダカっていうのがすごくキラキラして綺麗で、楽しめるメダカになっていると思います。では次、6位いきましょう。6位がこちら、静岡県牧之原市、メダカ飼育セット、購入金額は1万5000円になります。で、これ牧之原市、さっきと一緒ですね。牧之原市は多分メダカ推しなんでしょうね。メダカブーム乗っかってますね、牧之原市。いい感じです。で、セット内容としては、メダカ10匹プラス2匹の保証と、あとメダカの餌と水草、そしてメダカを飼育する発泡スチロールのケースがついている状態になります。なので、これ一つでもうメダカも水草も餌も、飼育ケースもついてくるので、むちゃくちゃお得ですよね。もうこれ一つで始めることができます。メダカ飼育するもの何も持ってないけれども、メダカ飼育始めたいっていう方は、このセット注文してみてはいかがでしょうか。では次、第5位いきましょう。第5位がこちら、茨城県笠間市、ブラックダイヤ5匹購入金額は3万8000円になります。で、だいぶ金額上がりましたね。さっきの1万円、1万5000円からちょっと倍近く上がったんですけれども、こちらブラックダイヤのメダカですね。で、私、ブラックダイヤ松井ヒレナガっていう1種類だけを飼ってるんですけれども、ブラックダイヤ松井ヒレナガがふるさと納税にあるかなって探したんですけれども、なかったんですよね。でも、ブラックダイヤもすごく綺麗なメダカになります。黒くてラメがピカピカして本当に綺麗なので、メダカ飼育これから始めたいっていう方に本当におすすめのメダカになりますので、ぜひともこのブラックダイヤ買ってみてはいかがでしょうか。次に第4位いきましょう。第4位がこちら、
広島県東広島市、水槽のセットになります。で、購入金額は4万円です。セット内容は20センチ角のガラス水槽と、あと植物植え付け済みろ過器と循環ポンプ、あと除菌砂、この4つがついています。これ面白いですね。上の方にもう植物がついてろ過器として送ってきてくれるみたいなんですけれども、植物の根っこが水をしっかりと浄化してくれるみたいなんですよね。なので上の方で植物をしっかりと育てながら下でメダカ楽しめますので、これ結構面白い商品だなと思います。あと竹炭が入ってるんですかね。竹炭の力で、その水をきれいにするって書いてありますので、できるだけ水換えも少なくできるって書いてあるのがちょっと面白そうだなと思っています。で、先ほど飼育セットを紹介したんですけれども、あれはどちらかというと結構簡易的なセットになりますので、しっかりとメダカ飼育したいなと思う方はこちらの水槽を選んでみるのもいいんじゃないでしょうか。ただちょっと小さいんですよね。20センチ角なので多分10リットルも水ないと思うんですよ。なのでメダカでいうと本当に4匹とか5匹で飼育するぐらいになりますので、まあ部屋の一つのインテリアとして楽しむっていうぐらいで、飼いたいっていう方はちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ個人的にはもう少し大きめの水槽で買うのをお勧めしていますね。やっぱりちょっと小さい水槽だと水質変化とかが早いので、初めてメダカを買うっていう方はだいたい20リットルぐらい水が入る水槽から始めることをお勧めします。ではいよいよベスト3に入ってきましたね。ここからは少し高額な商品が入ってきます。では第3位いきましょう。第3位がこちら、愛知県碧南市水鉢ですね。購入金額は5万円になります。この水鉢渋いですね。こんなん玄関にあったらめちゃめちゃかっこいいなって僕思うんですけれども、皆さんも思いません？こんなのでちょっとメダカ買ってみたいなって正直思っちゃいますよね。まあ今メダカ飼ってるのが水槽だとか、あとはプラスチックの容器とかで結構飼ってるんで、やっぱりこう楽しむ、メダカを楽しむっていうのであれば、こういう入れ物にもしっかりとこだわってメダカを楽しむっていうのもすごい趣味として充実するんじゃないかなと思っています。では次第2位いきましょう。第2位はこちら、埼玉県富士見市、三色ラメ松井ヒレナガメダカ3ペア、購入金額は10万円になります。来ましたね、大台乗りました。10万円、なかなか高いですね。で、これ気になるポイントとしては、三色ラメってなんか難しいみたいなんですよね。メダカでこの三色をしっかりと表す、表現するっていうのが難しいみたいなので、ふるさと納税で買ったメダカってどんな三色ラメが届くのかってすごく気になっているところです。しかも松井ヒレナガでヒレも長くてすごく美しいので、僕ヒレナガ系本当に好きなんですよ。めちゃくちゃ綺麗で、やっぱりこうメダカが泳いでいて、ヒレがヒレヒレヒラヒラヒレヒレってなんでヒラヒラってなるのがすごく綺麗で、僕本当にヒレナガ系は好きなんですけれども、三色ラメでヒレナガって本当にどんなメダカかすごく気になります。さあ第7位から第2位までご紹介してきましたが、残すところあと一つ、第1位になりますね。では第1位発表していきましょう。第1位がこちら、岐阜県郡上市の曲げわっぱ水槽、購入金額は15万円になります。15万円、高いって、誰が買えるねんって話ですよね。15万円、さっき最初に言った通り、これ上限金額があるんで、15万円のふるさと納税できる人ってめちゃめちゃ稼いでると思うんですよ。確かさっきのシミュレーションでいくと、だいたい年収1000万ぐらいですかね、1000万オーバーぐらいの人がこの15万円ぐらいのふるさと納税を買います。いやー羨ましい、僕もそれぐらいまで行きたいですね。でもこれ見てください、めちゃめちゃこの曲げわっぱ水槽綺麗じゃないですか。本当に美しいなって思うんですけども、こんなん家にあったらもうめちゃくちゃテンション上がりますよ。本当に日本家屋のこう部屋の片隅にこういう綺麗な水槽でメダカが綺麗に泳いでたら、もう絶対的に美しいと思うんですよね。まあ買えないんですけどね。年収1000万以上か。なんかメダカビジネスとかで一発当ててなんか行きたいですね、それぐらい。頑張らないと。頑張ってメダカビジネス、まあそこまではちょっとビジネスしたくはないんですけども、しっかりと頑張って稼いでいきたいと思います。以上がメダカに関する楽天市場で買えるふるさと納税でした。まあいろいろ最後の方結構高い金額になって、なかなか買える人も少なくなってくると思うんですけども、他にもいろいろメダカの販売とか、メダカに関するグッズとかありまして、餌とかも売ってますので、気軽に
ふるさと納税してみたいなっていう方は、一回楽天市場でメダカとか入れて調べてみてはいかがでしょうか。ふるさと納税で高級なお肉とかイクラとかウニとか、そういう美味しいものを頼んで家族で楽しむっていうのもいいと思うんですけれども、まあ、一回ちょっとメダカ飼育とか調べてみて、ああ、せっかくだし、このふるさと納税でメダカ飼育始めてみようかなって思う人が一人でも増えてくださったら嬉しいです。この動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また皆さん、ふるさと納税、こういうメダカ飼育のグッズあるよっていう方、見つけた方いらっしゃったら、ぜひともコメントで教えていただけたら嬉しいです。また次の動画もお楽しみに。またね。バイバイ。